谷水武雄4月14日から2008年3月12日は、大日本帝国海軍の軍人、海軍航空隊戦闘機搭乗員。兵費3機、飛連17機。最終階級は上道飛行兵装、ポツダム昇進により、飛行兵装長、撃墜王、三重県生まれ。母は真珠を取るマだった。暮海兵団を経て1941年2月28日。 第3期兵種飛行予科練習生を志願し、土浦で訓練を受ける。同年7月より、翌1942年3月まで筑波空、大分空で飛行練習生過程。4月に新設の第6航空隊に配属された。空母、巡洋に便乗し、エール作戦、ミッドウェイ作戦参加後、6月、特設空母、カスガ丸乗り組み。 1943年2月、空母、随格に展示、11月ラバウル基地に進出。2日、ウ陣ジンとなる、迎え撃戦で、P、P-382 機を撃墜。その後、4ヶ月間ラバウルに残留し、迎え撃戦を、続ける。1944年3月、台南海軍航空隊へ、飛行予備学生の教員として、指導に当たる一方、 B-24 迎撃にも参加、台湾沖航空船の防空戦闘に参加した。11月、アモ陽器で、戦団護衛中、P-51 に奇襲され、蒸気が、被弾炎上。落下山降下し着水したが、火傷を追い入院。年末本土へ帰り、第203海軍航空隊戦闘第308、飛行隊、戦闘第312飛行隊。 戦闘第303飛行隊に属し九州、鹿児島基地で防空戦闘、沖縄作戦にも参加した。宇佐基地にて終戦。終戦までに飛行時間1425時間を記録し、18機の撃墜を記録している。ありがとうございます。